ボールが当たった瞬間に意識を失い、うつ伏せで倒れた。FC 東京 DF 森重正人はそのまま担架で運ばれた。ピーター・クラモフスキー監督は試合後の会見で、彼が大丈夫であることを祈っている。彼と彼の家族のことを思っていると語った。アクシデントは後半35分に起きた。森重は東京ベルディ FW 染野逸樹のシュートが顔面に直撃。 意識を失いピッチに倒れ込んだすかさずメディカルスタッフが駆けつけ、スタジアムは騒然。ライバル同士のダービーマッチだったが、両チームの選手が肩を組み、治療の様子を隠す様子も見られた。FC 東京の関係者によると、ボールが森重の顎の部分に当たり、脳震盪の状態に。だが、現在は意識を取り戻しているという。